見てこの透明度。いやー、めちゃくちゃ美味しい。クルコヤです。今日はタコ飯とステーキ、これをやりたいと思ってます。どんなランチになるか楽しみにしておいてください。椅子はここにセットします。ここにご飯これを入れます。150ぐらい測り取ります。これで余ったお水はこちら飯盒の方に入れます。そして明石のタコ、このタコをご飯の方に入れていきます。僕の予想ではタコがこうなるはずです。こんな感じです。これをセットします。あとは今日はちょっと味付けをしたいので岩塩、岩塩適量振ります。であとは混ぜて、あとついでにタコのここのお腹のところ、ここにお米を詰めましょう。イカのお米詰めて食べるやつ、あんな感じにならないかな。ということでこのまま入れまして、セット完了です。今が10時20分ぐらいなんで、11時ぐらい、40分ぐらい加熱します。オー！さあ次はステーキです。ちょっとフライパンに入らないかもしれませんが、まあ油いっぱい出るんで多分縮むと思います。これここにステーキ肉、ちょっと大きいとは言いながら薄いです。ローズマリー、そして魔法のスパイスの入った塩コショウ、
景色もいいし、最高だねこれ。止めちゃおう。あとは余熱で肉を乗せていきます。こんな感じです。ニンニク、さっきのニンニクも添えて、ニンニクを添えて、とりあえず横に置いときましょう。油を吸わないので、今日はもうスクランブルエッグにします。ちょっと一瞬だけ左利きになります。ここに盛り付けていきます。そうそう、ゴミはね、特にこういう生ゴミとかはすぐにここら辺のアリンコとか寄ってくるんで、彼らもご飯食べるの必死なんで、できるだけ使ったらすぐ片付けるようにしましょう。で、皆さんすいません、先いただきます。ノンアル気分で乾杯。さあ、そろそろ40分経ったんで開けてみましょう。熱っ。では開けてみます。じゃーん。熱っ。姿たこ飯完成です。そして言うの忘れてましたけど、パン炊飯のこの余ったお湯、余ったお湯も無駄にしたくありません。無駄にしたくというか、川に流したくないので、これセブンイレブンで売ってるミネストローネ、これにお湯をかけてスープにして飲みます。どう？タコ飯とステーキのランチ完成です。ということで早速いただきます。あー、でも足が気持ちいい。めっちゃ、まずはこれ見るね、これまずはタコ。じゃーん。やっぱりほら、くるっとなりました。そしてめちゃくちゃいい香り。
これだけでも十分なランチだね。めちゃくちゃ美味しい。見てこれ、タコのエキスがめっちゃ染み込んでる。ほら、うんうん。そして次はステーキ。これもガブリといきます。うんうんうん、めっちゃくちゃうまい。うん。そしてやっぱり現代人は野菜。うん。あれの。タコ飯。うん。からのノンアル気分。最高だねこれ。うん、タコめっちゃくちゃ柔らかい。最高、めっちゃ美味しい。そしてやっぱ皮に足をつけてると暑さ忘れます。うん、うん、アミネソルネも最高、おいしい。ごちそうさまでした。いやー、めちゃくちゃおいしい。めちゃくちゃ美味しいし、めちゃくちゃ最高なこの景色、言うことないですね。ちょっと食後なんですけど、川で遊んでみたいなと思ってます。では